専門なんですよ。じゃあその雨のかぐやまの近くで須佐の命が結局八幡神ヤマタノオロチスゴ退治してそこに王朝を築いた都を置いた。じゃあその彼の領土はどこまであったんだって言ったら、これが昔の日本史の教科書であったやつです。はい、道後文化圏倭国です。銅鐸文化圏銅帝国です。それの混ざったところの島根県からは加茂岩倉遺跡とか荒神谷遺跡から銅鉾と銅鐸が出ましたね。やっぱ中間点ですからね。そしてこれを決定づけたのがこれですよね。出雲王朝の成立で、こっちの写真には入れてないんですね。吉野ヶ里から銅鐸出ましたね。吉野ヶ里遺跡からね。だから九州からも実は銅鐸が出たんですよ、あの遺跡から。だからかつて道北文化圏の人たちが入ってくるまでは全部がほとんど銅鐸文化圏だったってことが言えるわけです。それが出雲王朝の範囲でしょうということです。さあ、これは出雲王朝の成立、まだ続きます。だから出雲王朝はこれは新しい考え方ですが、安治の妻垣神社さん、菅の宮を本拠地にした須佐の命が天の鍵山とその周辺にいた八幡神を北伐し建てた王朝ではないか。また大和の治一族から奪った剣は、先ほど言いましたように八剣のはず。その八剣という名前を冠する神社が筑豊に濃密に分布し、大和尊の命の草薙の剣とも深く関わる。そうした時に横の写真が、これが鞍手町の中山にあります八剣神社です。祭神見てください。大和尊の命、宮津姫、須佐の命でしょ。なんでこの3人の御柱の取り合わせなんですか？雨の叢雲の剣、草薙の剣、そして八剣、全部合わさったでしょ。もう民俗学の世界では八剣神社のところと大和尊の命が深く関わるってもう言われてますよね、昔からね。その通りだった。筑豊に、豊の国に、ヤマタノオロチ一族八幡神も、スサノオノミコトも、そしてこの後のヤマトタケルノミコトも、全部豊の国にいらっしゃった。もう福永の倭国豊国説、ますます強固になってきます。皆さんとガチにやっても絶対勝てます。さあ、そのスサノオノミコトの終焉地まで分かる。雨の岩屋とあります。田川氏夏吉、昔は夏焼きの将と言いました。神宮皇后の時に夏葉と呼ばれる人物がこの洞窟に押し込められて、そして入り口のところで芝を焼かれて酸欠で殺されたみたいですが、そんな場所があって、これ昔から夏焼きの将と言ってたんです。であまりに縁起が良うないんで、小笠原侯が入られた時に名前変えてくださいと民が言って、それで夏吉って書いちゃった。それが今の田川氏夏吉です。そこに郷屋という場所があります。そこに第一鍾乳洞があります。そこに入ると実際に天井まですすだらけという鍾乳洞があります。鍾乳洞って皆さんご存知でしょ。入ったら普通どうなんですか？乳白色なんでしょ。この壁みたいになるわけでしょ。こんな色なんですよ。すすだらけなんです。だからこれ C14 調査で1700年前のすすって分かったら、神宮皇后の伝承も本物。じゃあこの洞窟の前で、雨の岩宿の前で殺された須佐の命もこの前で殺されたんだということが分かるんですね。そうした時に地元ってすごいですよ。あの地図見えます？この洞窟の正面に須佐神社が今も祀られています。まあ、ちゃんと地元で須佐の命が祀られてるんですね。ここで殺された王様がね。だからこれ平安時代になっていこうでしょ。もうそこで雨の岩屋とを連想させる、岩屋って読んじゃいかんって多分言われたんでしょ。それでしょうがないから郷屋って書いちゃったんでしょ。私はそう推測してます。これも消された筑豊の有名な雨の岩屋とです。千数百年分に私が蘇らせました。